頑張ろう。今回は福井ユナイテッド FC 2023年度の新体制発表会の模様をお届けをいたします。こちらは2023年度の新ユニフォーム、このデザインも発表されました。まずは服部社長の会見の模様です。常に心からクラブのことを支えていただきありがとうございます。日本プロサッカーリーグが30年を迎えるまでに至って、JFL に所属していない都道府県が和歌山と島根、そして福井と、ここになんとか少しずつでも階段を上って到達したいと。おかげさまでたくさんの企業の皆様、個人の皆様に支えられるまでになってきました。2022から23のところに使命と責務っていう書き方をさせていただきました。今まで JFL 昇格は目標だと、もう少し言葉が強くなるというか、責務、使命、本当に具体的に果たさなければいけない目的、これもクラブのスタッフ内含めて共有させていただいています。2023年監督をやることになりました藤井慎です。今日は、お忙しい中、3000人弱の、方々が、応募は1万人応募されたんですけども、そうなるから3000人の前年、悔しい思いしましたけども、前年は、2つゴールを作りました。で、1つは良いサッカーをするっていうゴールと、 JFL に昇格するっていう2つのゴールを目指していこうっていう形で去年はやりました。で、今年はより、結果にコミットする、新しい選手もはじめ、前年からいる選手を本当に前向きな選手が多く、チャレンジして、で、どんどんミスして、で、そのミスをまた練習で、高めていって、で、ここからまたあと1ヶ月、やはり去年のメンバーにまたこの新しいメンバーが加わったことで、よりチームがパワーアップしてきていると思います。本当に魂を震わせるというか、で、そういう試合を、できたらいいなと思ってます。そのためにも、日々の練習が本当に大事だと思うので、その日々の練習を選手たちと一緒に励んで、必ずJFL に昇格して、行きたいと思うので、これまで同様応援よろしくお願いします。選手、スタッフ、フロント、そしてサポーターの方、パートナー企業の方々、全員が本当に同じ方向を見ているチームなんですごく思っています。こういう全員が同じ方向を見ている、全員がこう協力する、チームっていうのはやっぱり他の J リーグ探してもなかなかねないと思います。福井一体として本当に JFL 昇格できるようにみんなで頑張っていきたいと思うので、全員で頑張っていきましょう。よろしくお願いします。藤枝の FC から加入しました背番号1番ゴールキーパーの杉本武です。目標である JFL 昇格に向けて貢献できるように頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。東海学園大学から加入しました背番号4番の島寺です。自分の武器はロングフィードやヘディングなので、それを生かしてチームの JFL 昇格に貢献できるように頑張ります。静岡産業大学から加入しました背番号5番島ゴールです。誰よりも熱く気迫あるプレーをしていこうと思いますので、応援のほどよろしくお願いします。高知ユナイテッド SC から帰ってきました広岡睦月です。2年前悔しい思いしたので、今年こそは JFL 昇格できるように頑張ります。応援よろしくお願いします。ボンズ市原から来ました背番号11番北脇健二です。藤城監督の、熱い、魂のある監督のもと、自分たちが、それを体現できるように、JFL 昇格を目指して今年1年間頑張ります。応援よろしくお願いします。東海学園大学から加入しました背番号20番中島伊吹です。見てくださる方々がワクワクするようなプレーを心がけ走って戦いますので、応援よろしくお願いします。栃木シティから加入しました背番号21ゴールキーパーの大西翔です。本当に強い覚悟を持ってこのクラブに来ました。僕は去年
地域 CL でもうラスト1勝のところで昇格逃してしまいました。11月にグリスタで昇格することを常にイメージして1年間行動結果ともに求めていきますので、1年間応援よろしくお願いします。福島ユナイテッド FC から加入しましたディフェンダーのヤギフトです。年齢は19歳です。常にチームのためにピッチ内外でも自分が何ができるかを常に考えてプレーしていきたいなと思います。よろしくお願いします。大下美幸です。33歳です。よかったら19歳が前に出られるチームの力になれるように頑張ります。よろしくお願いします。四日市大学から加入しました松本大輝です。チームの JFL 昇格の目標を実現するために全力で戦います。よろしくお願いします。今シーズンキャプテンに任命されました藤枝真由から業者を応援する年です。僕自身ももう年齢も若くないのでベテランらしくチームを引っ張っていきたいなと思います。応援よろしくお願いします。平成国際大学から加入しました安住俊です。ポジションキーパーです。今年はチームの目標に貢献できるように全力でプレーします。応援よろしくお願いします。2年ぶりに帰ってきたんですけど、やっぱり寒いなっていうのはで、チームの印象はさらにこう一体感があるなっていうふうに感じていて、選手一人一人のレベルも高いですし、今年こそはJFL昇格に期待してもらってもいいんじゃないかなっていうふうに思います。福井の印象はピッチ外でのこうサッカーの話が多いなと、試合で起きた現象とかトレーニングで起きた現象をすり合わせたりする選手が多い。本当にサッカーに対して真面目に取り組んでて、こうハングリーな気持ちが強いなと思って、そこも改めてこう大事にしたいなと改めて感じさせられました。今日はすごい美味しいものが多いなっていうのが、デソース活動とかあとチームの雰囲気はサッカーを楽しむっていうのをその全力で楽しめるチームだなっていうのをすごい感じました。それはそのみんながただ甘やかすとかだけじゃなくて時に厳しく言ってくださったりとか、こういう意味での優しさがあってそのチームとして居心地がいいなっていうのを感じました。福井の印象はやっぱりみんなと一緒に寒いなっていうのチームはまだ僕自身練習に参加できてないんですけど、とりあえず尾崎栄一郎選手が怖いって。やばいぞ。福井の印象は、まあ、寒さももちろんあるんですけど、まあ、湿度が高くてこの加湿器とかもいらないぐらい湿度高いんで、そこはすごく助かります。チームの印象はまだまだみんなやっぱおとなしいなっていう印象は正直あります。まあ、若い選手多いので本当そのフレッシュさ出してもっと明るく、本当宮郷選手とか本当にもっと面白い選手で、本当は明るい、本当面白い選手多いので、はい、そういうの良さをもっと出してくれたらなと思います。ということで、福井ユナイテッド FC2023 年度新体制発表会の模様をお届けをいたしました。次の動画ではこの服部社長とそして藤吉監督の質疑応答などをお送りいたします。頑張ろう。これは掛け声がサンシャイン池崎のギャグでやろうとしたらためが長すぎて誰もついてこなかったってやつです。頑張ろう。面白かったです。では次の動画でお会いいたしましょう。それでは